朝ドラ、ひよっこ、あらすじ予告第32は東京の峰子からの手紙5月9日か放送文危機物語峰子が東京に旅立って1週間がたった頃奥茨城の屋田部家に峰子からの手紙が届きました峰子が元気にしていることを知った峰子は涙を流し 初めて手紙を受け取る経験をした進は姉からの手紙に心から感激します同じ頃住谷家にも光尾からの手紙が届いていました光尾は仲の悪い米屋の店主とその娘の間に立たされ困り果てていたもののそのことは胸に秘め元気にやっていることだけを手紙で知らせていました一方 子が家族に送った手紙のあまりの素っ気なさに公子はあぜんとするのでした。